明けおめえ、ミミです。ことよろう、モカです。新年一発目もいつも通りだね。まあね。今年も兵器を作る予定です。今回は、短距離弾道ミサイルを作ってみました。前も似たようなの作ってない?今回は、北極まで早く届くことを目標に開発しました。私が今まで作ってきた兵器は、射程が短めです。北極まで届くのは、この3つしかないです。意外と少ないね。しかもジェットエンジンで飛ぶので、速度も150メートル毎秒程度です。理論機で北極まで10分から15分くらいかかっちゃいます。そこそこかかるじゃん。その上、左2つは威力も微妙です。まあ、そういうわけで短距離弾道ミサイルを作りました。射程は 170km で、最南端から最北端を狙える距離です。これ短距離か?現実基準だと、1000km くらいまでは短距離弾道ミサイルらしいです。まあ、ストア基準なら大陸間弾道ミサイルです。着弾までの時間に関しては、距離が 165km あっても、着弾まで約9分です。早いの?それ。平均300メートル毎秒出てるから、かなり早いはずです。ちなみにさっき出てきた巡航ミサイルだと、17分かかりました。2倍くらいだね。じゃあ早速発射していきます。座標を設定して、発射ボタンを押せば OK です。飛んでったね。ミサイルはこんな感じの軌道で飛んできます。ここが発射地点で、ここが目標地点です。上昇角度と水平飛行高度、降下角度は、最適な値が選択されるようになってます。ちなみに、最適な値は C 言語のプログラムで計算したものが、ランチャーに保存されてます。ルアじゃ計算しないの?ほぼしないよ。最適値の求め方が、考えうる角度と高度の組み合わせを全パターン調べるって方法なので、ルアには結果だけ入れてます。2.4 億パターンも調べてんの?そうだよ。それでも5秒程度で終わるので、パソコンって早いですよね。映像はリアルタイムです。早。最適な値を選んでるので、目標まで距離があると、高度 35km を巡航するようになってます。エンジン止めてる?ちょっとだけ動かしてるよ。この高度なら、スロットル 0.05 でも 500m 毎秒程度出せてます。射程を伸ばしつつ高速化するために、こんな飛び方をしてます。目標上空に近づくと、降下して小ミサイルを発射します。このミサイルには9発の小ミサイルが搭載されてます。核燃料棒付きです。お気に入りじゃん。範囲が段違いだからね。制圧範囲を広げるにはやっぱこれです。これを目標地点上空で発射します。ばらまいてるのは着です。おう。立って広がっていく様子がいい感じです。今度は地上から見てみます。見やすいように夜にしました。かなり綺麗に拡散します。規則的だね。小ミサイルも一つ一つ制御されてるよ。ちなみに、高度 4km で小ミサイルを発射してます。なので、迎撃するならそれ以上高高度で迎撃するのがいいと思います。4km で9発迎撃するのは大変そうだしね。今回のミサイルも絶大な制圧面積を持ってます。赤丸が着弾した小ミサイルです。範囲は縦横 500m 以上あるね。かなり広いです。トラック1台分の制圧範囲で比べるなら、過去最大です。前に作ったクラスターミサイルがこの面積だとすると、次に広いのは4連装のミサイルです。その次が核燃料棒搭載のミサイルです。一気にでかくなったね。核燃料棒の制圧範囲は圧倒的です。次は5連装の放射能汚染ミサイルで、その次が今回作った弾道ミサイルです。最初のやつとか米粒じゃん。ほとんどピンポイント攻撃って感じです。逆に今回作った弾道ミサイルなら、大雑把に打ち込んでも効果があるはずです。ただ、今回のミサイルでは迎撃対策があまりできなかったです。親ミサイルがチャフを発射してるけど、小ミサイルは広がるので効果が薄いです。小ミサイルはチャフ使わないの?サイズ的に搭載できなかったです。弾道ミサイル迎撃用のシステムじゃなくても、結構迎撃されちゃいます。ウェイポイントのところに向かって打ち込みます。こっから迎撃するんだ。この迎撃システムの射程は短めだからね。かなり無駄が出てない?チャフの影響もあると思います。結構迎撃されたり、着弾してから破壊されちゃってます。ステルスとかじゃないんだね。汚染できるのは一発だけです。とはいえ、迎撃ミサイルは全部撃ち尽くしてます。浪費させることはできるっぽい?弾道ミサイル非対応なら、そういう効果はありそうです。まあそれでも、2発同じ地点に打ち込めば突破できそうでした。多くね。小ミサイル18発だからね。こうなる前に迎撃するしかなさそう。弾道ミサイル非対応な相手なら、砲は攻撃できそうです。
でも対応してたら小ミサイル発射前に迎撃されそう。まあそうかも。ってことで、今回は弾道ミサイルを作ってみました。これで私の影響力を北極まで与えることができます。北極の人かわいそう。フィッシングビレッジに兵器を撃ったら、ミサイル撃っちゃうぞってことです。あ、やっぱここ関連のミサイルなんだ。私に撃ってきた砲弾とか、別の場所から密輸してきてるんじゃねっていう予想です。やろうと思えばできるだろうね。こうなりたくなかったら、密輸に加担するのはやめた方がいいですよ。まあ、そういうことで今回の動画は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。高評価とかチャンネル登録してくれたら嬉しいです。